はい、パイプハウスのね、屋根張り替えをやります。で、こちらのハウスはですね、何年か前に大雪降りまして、潰されてしまいました。で、曲がりのね、ひどいものを除去しましてね、入れ替えたんですが、やはりだんだん中古は中古なんだよね。だんだん曲がりがおかしくなってきてね、こちら、手前の方がこう落ち木しちゃって、反対側がこの屋根が伸びちゃってるっていうことで、全体的に、この奥の方から、手前の方にこう潰された形になってるんで、曲がりをね、正常な曲がりのパイプを奥の方を5本から6本ね、曲がりの正常なものに差し替えたいと思います。これからその作業です。で、まず一番初めにね、エンドですね、エンド一番手前、こちらのパイプを外します。で、こちらのパイプはちょっとね、金具が違う金具が入ってるんで、これからそれをハンマーでね、金具を外して、パイプを取っていきたいと思います。あ、じゃあこの半分はいいのか、このままで。あ、こちらで外せばいいんだね。はい、最低限の労力でやるとすれば、この真ん中も外さないでね、こちら側だけ外せば、一応取れるはずです。よいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ、パイプハンドが ないと抜けないですね。はい、じゃあ、パイプハンドを持ってきますので、一度止めます。はい、一番手前のね、入り口の一本が抜けました。やはりこのパイプハンドがないとね、結構きついですね。で、一番手前抜きましたら、あとはこのクロスワンですね、縦のパイプと、横のパイプをつないでいる、パイプを外します。で、なんか 見るとね、左側が下がってますよね。右側に対して、右側に対して左がこう斜めになってるんでね、多分これ風で煽られて刺さっちゃったんじゃないかなと思うんだよね。結構ね、今外しましたら、結構抜けませんでしたね。しんどかったです。じゃあまずクロスワンを抜きます。はい、これはね、この平べったい鉄の金具でね、刺さってるだけなんで、はい、クロスワンを抜いていきます。よいしょ。最近はね、こういう材料もね、ちょっとずつ改良されて、使いやすくなってきました。助かりますよね。私が始めた45年くらい前はね、結構こういうのもね、あまりいいものがなくて、手間かかりましたけど、最近のはやりやすいですね。よいしょ、これで抜けるはずだけどね。よいしょ。このパイプがね、直角ではないんで、やっぱり、ちょっと角度が変わっちゃってるんでね、出てんだね、ここもね。よいしょ、抜けた。よいしょ。
これちょっと抜けば大丈夫かな、新しいパイプに変えないでね、抜けば大丈夫そうな感じもしないでもないんですけどね。なんで刺さっちゃったのかが不明だよね。なんで刺さって、あ、ここは大丈夫か。ここもちょっと上げるか。よっこいしょ。なんかちょっとずつ上げればいけそうな気がしますね。よいしょ。まあパイプ交換するの大変なんでね。よいしょ。これ上げて済むもんだったら上げて。よっこいしょ。よいしょ。このね、R を揃えていけば、大体高さ回ってくるんで、これ、あ、大丈夫そうだな。ちょっと抜けば。でね、ちょっと戻しちゃいました。まあまあなんとか、うん、いいかな。あんまりまあ綺麗なこうかまぼこにはなってないんですけど綺麗なかまぼこにはなってないんですが、まあそこそこ、うん、そこそこ大丈夫そうだな。あ、じゃあよかった、パイプ1本だけですね。交換は1本だけで済みそうです。そうだ、金具外したよな。あれ端っこの金具どこやったっけ。 あったよいしょ。端っこのね、金具をも戻さないといけないので、よっこいしょ。この直角と縦のパイプとね、横の合わさるところ、まあ、クロスバンで一応つながってるんですが、一番端だけはね、ちょっと金具が違うもんですから、よっこいしょ。この金具を入れてから出ないとね、まあ刺しちゃってからでも入るんですけど、まあ いかんせん、中古の金具をそのまま使いますんで、よっこいしょ。これが内側だから、縦に立って内側を向けばいいんだから、この向きでいいな。これ向きをね、逆にしてしまいますと金具がね、外側に出てしまいますんでねちょっと具合悪いんで、金具が内向きに入るようにね。よし、はい、これで OK だね。はい、じゃ あちょっとオフフレームになってるかもしれませんが、真ん中、よいしょ、真ん中、入り口のジョイントの部分ですね、ジョイントの部分をつなげたいと思います。よいしょ、これでひっくり返んねえかな。よいしょ。脚立で塗った途端にね、パターンになって倒れちゃうとね、やっぱりいいのでね。あ、そっか、
軽く刺しとくか。よし。これもね、ワンオペでやってるんで、ちょっと大変なんですけど、ツーオペで やればね、なんてことないんですけどね。あれ、金具が落っこっちゃったぞ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うん、金具が落ちてしまいましたよ。ああ、よかったよかった。真下に落っこってた。よいしょ。じゃあ大体ね、パイプが刺さりましたので、よいしょ、これをもうちょっと、ああそっか、あと一箇所外して、全体的にね、奥へパイプが行っちゃってるんで、これを戻したいんですけども、戻りません。まあ、なんとか、テスト作業でね、極力元の形に近い風に持っていきたいと思います。よっこいしょ、よっこいしょ、もうこれがおかしいんだよね。スタートが、よっこいしょ、よっこいしょ、これがね、刺さってないないんで、ちょっとわがまましておりますけど、まるっきり刺さってませんからね、これがね。よいしょ。よいしょ。パイプハンド持ってこないとダメだな。あれ、パイプハンドどこだ。パイプハンドでね、軽く刺して、よいしょ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 、もうこれいいや。金具がね、中に入っちゃった。あ、やっぱり金具取っていた方がいいのかな。これ金具取ると、今度入れるのがね、よいしょ、どうしようかな。外すと下に落っこっちゃうんだよね。ちょっとガムテープ持ってきて貼っときましょう、途中に。すいません、道具がまた不足しました。はい、じゃあ入り口側のね、一本が決まりましたので、今度ね、ここのクロスバンですね、クロスバンを取り付けて元に戻したいと思います。よっこいしょ。で、この金具もね、一回外しますと微妙に形が変わるんでね。新しい時、1回目使う時はね、簡単に入るんですけど、2回目3回目とこう使ってるうちに、だんだんね、ちょっと変形して入れにくくはなってきます。でも最近はね、その辺の強度も含めてね、昔と形状がちょっと変わってきました。ですから、まあ昔ほどは変形しないよね。で、竹志の帳、これ素手でやってますが、間違って自分の指はたくと痛いんでね、まあ慣れない方は、手袋をね、作業用手袋をやった方が、まあ、私が現役の頃はね、手袋って軍手しかなかったんで、軍手しちゃうとかえってやりづらいんですよ。軍手しちゃうとかえってやりづらいんでね、軍手しなかったんですが、今はね、薄い指の感触の残るね、いい作業手袋ありますんで、そういうのをやった方が、手怪我しないしね。そういう手袋
袋をしてやった方がいいと思います。まあ自分も大量に やるときにはね、これ延々と 50m とか 100m やるときは手袋するんですが、今回5本なんでね、5本なんで、もう やり方慣れてくる前にね終わっちゃいますからね。これはだいぶしょっぱいな。これはしょっぱいな。これは力入れないと。今のパイプね、どういう状況かっていうと、この縦のパイプと横のパイプの隙間がねちょっと開いてました。で、なんで開いちゃったかっていうと、このパイプのこの曲がりと刺す深さですね、これが新しいパイプ でしたらね、もう みんなでこの曲がりが同じなので、同じ深さで、刺せば全部ピーッと揃うんですが、これって何回も抜いたり刺したりしてますんでね、だんだんこうパイプが歪んできます。このアーチの具合もね、だん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 伸びちゃったり逆に曲がったりということで、かなりパイプ自体もね変形してるんで、やっぱり立て直しは結構手間かかります。やっぱり一番最初のね、新品をやるときのようなアプリは簡単にはいかないです。 ですからだんだん綺麗なかまぼこにならなくなっちゃうんだよね。この曲がりがこうでこぼこしちゃうんで、綺麗な、曲がパイプ、かまぼこ型にはなりません。 でましてこれはね、一回雪で潰されたパイプのね、程度のいいやつを流用してるんで、これ10本が10本全部曲がりが違います。刺さってる場所が違うんでね。ちょっとずつずれてるんだよね。なもんですから、もうかなりひどい形です。まあここまで変形しちゃうとパイプハウスには使わないかもしれないよね、プロの農家はね。今度は苦労して立てたりバラしたりできないからね、もう何百メーターも移動するんでね、プロの農家はもうこういうパイプの変形しちゃってるやつは多分捨てちゃうと思います。うちはもう最後の最後まで使いますけどね。このパイプの寿命っていつなのっていうと、一番やられるのがこの地岩です。まあオフフレームになってると思うんだけど、こうパイプが立ち上がって、この地面に刺さってると、この地面に刺さってる この部分がこの部分が折れます、錆びて。まあそれで折れたらもう出て寿命だよね。でこれ30センチぐらい刺さってますんで、折れちゃいますと、30センチ短くなっちゃいますんでね、そうなったらもう寿命だと思ってください。でそれが何年後に来るかっていうと、まあ10年20年は大丈夫だと思いますね、立てっぱなしでもね。うちは錆びてないこういうパイプについてはプライマー塗ってあるんで、地にはね50センチぐらいプライマー塗りましたんで、そうでもないんですけどね、まあ立てたままにする人はちょっと地面に刺さる部分は錆びの対策をしてやった方がいいと思います。はい、そういうことでね、パイプの差し替え終わりました。5本新しいパイプにしなくちゃなんないかなと思ったんだけどね、1本で済んじゃいました、ラッキーでした。はい、このあとね、マイカー線の準備になります。
1回動画の方は止めます。